最適資本所得課税は最適課税論の分野であって公用のような与えられた経済的判断条件を最適にするような資本所得の計画の研究を意味する。将来の消費としての資本所得の概念化から始まる資本所得の課税は将来における消費として現在における消費税とは区別されて相応する。従って 個人の貯蓄の歪みと個人としての消費の振る舞いにおける資本所得課税の結果は現在の消費をもってより重く課税された将来の消費を置き換える。これらの歪みのせいでアットキンソン・スティグリッツの定理並びにシャムレー・ジュットのゼロ資本所得課税の結果によって仮定された結論である。資本所得のゼロ課税はもしかすると最適かもしれない。 最適資本所得課税における後続の著作はゼロ。資本所得課税の理論的最適性が元にする過程を明らかにし、また肯定的な最適資本課税についての多様な主張を進歩させた。ゼロ資本所得税が最適かもしれないという主張は、次の二つの独立した経済的直感的洞察に基づく、アトキンソン・スティグリッツの低理想的ラム税モデルに基づいた、 チャムディ並びに、ジャットによって導かれた結論それに対して、マンキュー、ワインジャールヤガンはダイヤモンド・マーリーズの生産効率定理を無資本所得税のための3番目の直感的洞察として引用する。彼らの主張は、ダイヤモンドサイエーズによって反駁された。アトキンソン・スティグリッツの定理は、もし非線形な租税が所得に政策ツールとして用いられるとすれば、 すべての消費者が消費と労働の間の弱い分離を選択した場合、最初とその次の期間の消費の差額の課税は最適ではないことを述べる。それだけでなく、消費者は消費の同質な副公用関数を必要とする。資本所得課税に応用する場合、アトキンソン・スティグリッツの定理は、現在と将来の消費は弱い分離的な選択によって予解等しく補うので、 追加の歪ませる資本所得の場合の労働所得課税によって引き起こされる資本所得課税はその租税の歪みを軽減しないことを主張する。このようにして資本所得課税、すなわち差額への消費課税は純粋な非線形の労働所得課税よりも多く費用がかかる。チャムリーとジャットにより展開された シャムレイ10度のゼロ資本所得課税の結論は、無限に生きる経済主体を特徴に持つ動的、ラム税モデルにおいて、資本所得におけるゼロ課税が、全近的に最適であることを述べる。その結果は、租税の増大の、現在の消費と将来の消費の間への割り込みは、時間の水平線の増大に関係するとの、直感的洞察の上に基づく。 水平の伸長につれての租税の悪化において、無限の増大をするような、最適な平均の資本所得税率はゼロに前勤する。その結論は、無限への水平の増大につれ、それらの弾力性が一定になりながら、現在と将来の消費は等しく、余暇に保管するとするコーレットハーグの用語でも、説明できるので、コーレットハーグの法則と一致する商品の課税は、 等しい税率で課税されるべきである。しかし、チャムリーとジャットは一定の消費と労働の安定した状態の性質において依存する。そして結局は、現在と将来の消費が同等に余暇に保管することを主張するために、消費の弾力性も一定なことに依存する。ジャットは、ゼロ資本所得税の結論のためには、安定状態は十分であるが必要ではない条件で、あることを示す。 シャムレイ、ジュットモデルは、現在の財産における租税が一括になるのに対し、将来の資本所得における租税は、期間にわたる決定を歪めることによって、存在している財産の課税が、将来の資本所得の課税より勝ることを主張する、場合にも用いられる。この主張は、アワーバック、コットレコフスキナーのような、重なり合った世代のモデルにおける組み合わせでも乱す、ことができる。 それに対して、シャムレー・ジュッドモデルの批判は様々あり、中心的な主題は、動的な連鎖として解釈されるものである人生を、無限とみなすそれの批判的な仮説を攻撃する。シャムレー・ジュッドモデルで用いるインターテンポラルな意思決定の標準モデルに逆らう行動経済学、並びに、シャムレー・ジュッドモデルによって要求される厳格な王朝モデルを、支持しない、 遺産の経験主義の分析の両方のそれらによって内容を鳴らす一般的な批判からこの仮説はずっと注目に値するような問題とされてきた。効率性と公平についての関係に関する議論の多くが資本所得の課税を支持する文献において見られるかもしれない。それらは以下を含んでいるコーレットハーグ同期ライフサイクルにわたる消費における 不平等の増大資本所得と勤労所得の課税での、さや取りの回避不完備もしくは不完全な、資本市場金融、または流動性の条件貯蓄収益と能力の、間の相互関係人的資本の形成多様な、先行経済的賃貸量政府にとって、資本所得と勤労所得の間の見分けは難しい。この欠点は、租税の複雑さのアドバンテージを持つにつれて、個人たちが、 労働所得から資本所得へ移動する場合に批判になる。それらは、パートラーセリンによるフィンランドにおいて、ゴードンマキ、メーソン並びにより最近のもののゴードンスレムロードによるアメリカにおいてにより証拠立てられている。勤労所得と資本所得を見分けることの難しさはもしかすると政府が、 資本所得の完全な免税に携わることを従らない最も重要な理由となるかもしれない。特に、クリスティアンセンツマラは、所得を移動する能力を提示することにより、資本所得における肯定的な最適税を見つけた。これに対してレースは、シャムレージュ等の結果は、税務当局が企業家の勤労所得と、資本所得を効果的に見分けられない場合は保たれない、ことを証明した。 アトキンソン・スティグリッツの定理とラム税モデルは完全な資本市場を想定して共にシャムレージュッのゼロ資本所得税を導くのに使われる。実際にはしかしながら個人たちはしばしば制約された借入れである。すなわち彼らは貯蓄できない。資本所得への課税とそれを借入金へと移転することによって資本市場の不完全へ個人たちが制約される。 流動性の制約は歪んだ。貯蓄の費用において緩和される。同等に、貯蓄課税は暗黙の補助金を借り入れの制約によって生じた。貯蓄によって減少させるかもしれない。したがって、貯蓄において、効果を復活するかもしれない。さらに、相上がりとチャムリーは、a 損しつつ、不確定さを持った借り入れから制約の経済主体を、 備えたモデルにおいて消費が積極的に貯蓄と相互関係する場合には資本所得課税は魅力があることを示した。厚生経済学の第2基本定理によれば任意のパレート効率な割り当ては最適課税が個人たちの稼ぐ能力の課税を意味する文脈におけるものである基本財産の適当な再分配を通じて達成できる。 もしそのモデルにおける過程と異なるならば、貯蓄の利益は、おののの人により異なる。しかしその代わり能力を持って、積極的に集められる、資本所得は、各個人の能力についての新たな情報を、含みそして再分配の理由につき課税されるべきだろう。ジャットが示したように、もし、これらの控除できないものからなる、特別の費用が貯蓄における、 将来の受け取りの税率に備えるときには、ゼロ資本所得税は、人的資本投資に対してもはや公平ではない。この場合、勤労所得税の控除は、資本所得課税が最大になるようなことに対する動機を与える、人的資本での投資を歪ませる。将来の消費の相対費用の増大並びに、人的貯蓄に対する融資の代用の減少の発生により、 資本税は金融貯蓄における歪みを生み出す。費用において人的資本投資に対する暗黙の補助金として振る舞う。ゼロ最適資本所得税は先行の同質性を前提としている。高い能力を持つものはもしかすると異なった。先行による高い貯蓄率を有するかもしれないことをマーリーズとサイズは主張した。もしこの場合であるならば、 その時個人の貯蓄水準が個人たちの能力についての情報を示すものとして、資本所得課税は所得債分配について最適であって、それによって高能力のものの個人だから低、能力のもののそれらへの所得債分配を促進する。その議論は個人たちの意思と稼ぐ能力の間の相互関係における研究から経験主義的に生まれた。アーベルが主張するように、もし投資が 全く控除できるならば、資本税は投資において逆の衝撃を持たないし、歪みがない、そして制限する過程のもとで、すべての租税は資本に当てはめるべきであり、労働にはそうでない。高所得を稼ぐ者の間に、資本所得が集中することが与えられて、もし社会構成関数が逆に不平等ならば、その時最適税率は、 不平等を下げるがしかし支中損失は課さないこれは不平等がその税体系の累進の増大によって減らせるという最適勤労税の研究における標準的な過程とは対照的であるだけれども労働供給における歪み低減を通しての支中損失を課すことの費用においては後の租税の任意の与えられた水準と移転所得不平等については そのようにして、勤労税体系の類進性の低減ならびに、即刻の減価消却の文脈での資本税の増大は、福祉の利益に導くことができる。しかしながら、もし相対的な所得の影響があるかもしくは、不平等の反感の度合いが十分高いならば、最適限界勤労税はまだ肯定的であろう。税制改革についての適当な方向は、 同じ税率の規模のもとである必要はないけれども、労働所得と資本所得の両方のより累進的な課税に向けてであることを言う。マーリーズ報告によって勧告された税制改革の方向に逆らうことをパトリシアフ・アップとレイリースは主張する。ありがとうございます。